はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。ちょっとね、動画ご無沙汰してしまったんですけど、なんかね、そう、動画がちょっとね、なかなか撮れない、時間が作れなくなってしまってて、まあそれでちょっとね、間が空いてしまったんですけれども、今日はですね、まあドローンについて最近思うところをね、ちょっとまあお話ししようかなということで、まあ久々のね、学トークということで、まあなんかうだうだね、お話をしようかなというふうに思ってね、動画を撮っています。結構ね、コメント欄の方でもいろいろね、ご意見いただいてるのは、やっぱり最近もドローンをね飛ばすのがすごくこう面倒くさくなっちゃってね、まあどうなのかな、飛ばさなくなっちゃってる人もね結構多くなってるんじゃないかなと思います。僕自身がね、実際、そんな感じですね。まあ飛ばしてるのは飛ばしてるんですけど、やっぱり趣味でやってるんでね、やっぱりなんかこう気持ちが乗ってこないと、もうめんどくさくなってね、行かなかったりもしてる、状態、ですね、です。だから頻度がね、やっぱり、ちょっと落ちてしまってるような感じはします。僕もね、いろいろとは言いながらも、いろいろこうこの前もご紹介しましたけど、飛行許可の申請の方ね、一応。撮ったり、まあ前も撮ってたんですけど、今回はね、全国包括で全国どこでもね、こうとりあえず飛ばせる、ということでね、これは国交省のね飛行許可の申請を取りました。まあ、これもね取ったからといって、そうしたら全国どこでも飛ばせるのかって言ったら、結局はその土地の、まあ、飛行する場所のね、土地の所有者、まあ、または管理者とかの許可をねしっかり取ってからじゃないと、当然飛ばせないので、まあなかなかね、それだけでも、かなりハードルがね、やっぱり高くなってくるのが現状ですよね。まあ正直なんていうんですかね、飛ばしていいよっていうような許可がいただけるようなところって言ったら、人があんまいてないとか、まあ本当にいててもまあ、のっぱらっていうかね、建物がないような場所、まあ、練習するような場所にはそういうのが最適だと思うんですけど、まあ、正直取る対象物がねあんまりないので、まあ、やっぱりそんな、しかもやっぱり自宅からね行ける距離のところで、そんなにね、許可をもらえるとこって言ったら、やっぱりなかなか限られてくると思うので、どうしても難しくなってきますよね。まあそういうのが、まあ、僕もね悩みですけど、やっぱり皆さんもね同じように悩まれてるところだと思います。なかなかね、こうなんていうんですか、グループでねサークルみたいなものを作ってね、まあこうみんなでワイワイ言いながらこう飛ばしにね、まあ、バイクのツーリングみたいな感じじゃないですけど、そんなんで飛ばしに来たらいいのになとかね、まあ、僕もこう見てもらってる人でいろいろこう情報交換とかさせてもらって、まあ、何人かとはね一緒に行ったりは実際、させてもらったりしてるんでね、まあ、それはそれで楽しいんですけど、もっとね、こう大人数でこう集まれたらいいななんて思うんですけど、まあ、それでね、そんな大人数で飛ばせるような場所ってどこがあるのっていう話でね、許可もなかなかもらえないでしょうしね、まあ、そんなんがあってなかなかね、そういうオフ会的なものも難しいかなという感じもしてる今日この頃というかね、感じです。まあ一人で飛ばしに行くのもねなかなか難しいという現状なんでね、本当に辛いなと思います。まあと言いながら、まあ僕も飛行許可のやつを取ったりとか、あと、まあ、こんなやつね、前ちらっとは言ってましたけど、これ業務用のね、いるような資格で、特殊無線のやつかね、特殊無線の資格をこのやつね、取ったんですけど、まあ、それもちょっと今免許証ないな、今出してますけど、3級とかな、取って、でそこからまあ2級もね、まあ、いらんかなと思ったんですけど、まあ、ついでにもしよかったらトライしてみようかなと思って、取ってみました。まあ、その前にね、特殊無線取る前に
あのアマチュア無線ね、こちらもこんなやつね、四角ね、これはまあ、 本当にアマチュア無線の一番最初の資格っていうかね、なんていうかそれを取ったんですけど、まあ、その時にちょっとね勉強をしたので、まあ、そのついでというか、まあ、とりあえず、三陸徳は、取ろうと思って取って、で二陸徳ね、一個上のやつはなんとなくその流れで、受験をしてみて、取ったっていうことなんですけど、まあ、そういうのをねちょっと取ってみようと思ってトライしたり、いろいろこうやってた、ドローンに対してね前向きにいろいろやってたことはやってたんですけど、なんかねモチベーション上がらないですね。で最近だから国交省のその包括申請ねやっと取ったと思ったら、結局今ここ出してますけど、前のね動画でもちょっとやりましたけど、ドローンのこの飛行許可のね、ごめんなさい、飛ばしてる場所のねこうなんですか、登録を絶対もこう義務化されてるので絶対しないといけないと。でこれも基本的にはその申請をね、国交省にして、まあ、ダメよって言ってるところで、飛ばす場合、まあ、場所とか、まあ、飛行の方法もそうですけど、まあ、ダメよって言われてるような飛ばし方とか場所で、飛ばす場合は登録がね、まあ、いりますよね。まあ当然普通に飛ばす場合でも登録をしてて、何か悪いのかって言ったらそんなことはないですけど、まあ、義務化はされてないですね、そういう人たちはね。普通に飛ばせるところ、何ですか、法令で、こうね、何ですか、飛ばせる範囲になってるところを飛ばすのに関しては別に、登録はいらない、まあ、義務化はされてないということなんで、まああれなんですけど、まあでもどうなんですかね、今からだんだんとまた厳しくなっていくので、まあ、何でもかんでも登録っていうことにはならんでしょうけど、まあやっぱりちょっとね、厳しくはなってくる可能性はありますよね。でまあ正直まあいろいろねやっぱり皆さんもコメント欄見てると本当にお困りで、僕なんか思うのはね、もういっそのことその離陸場所のね、当然その何ですか、地権者の人の許可とかそういうのはいるのはまあまあわかるんですけど、飛ばした後ね、こうなんていうんですか、今だったらこう、その土地の所有者の人がこう上もね、多分際限なく権利を持ってるんですよね。これ民法の兼ね合いだからこれ難しいのかな、僕もあんまり詳しくはよくわからないんですけど、まあ民法でいうとその土地の所有者は地下とかこう上もね、上空も、権利をね、が発生すると。でなんかじゃあ上飛行機とかね、普通の旅客機とか飛んでるけど、これいいのかっていう話でね、なるんですけど、それはいいみたいですね。まあ、まあ当たり前ですよね。そんなに言ったらどこも飛べないんで。じゃあ、これドローンどうなのっていう話なんですけど、前もちらっと言ってたと思うんですけど、僕の分かってる範囲ですよ。飛行機とかが飛ぶのの最低飛行高度っていうのがあって、その最低飛行高度よりも下が、下の高度空域っていうのはやっぱりその地権者の権利が及ぶ範囲っていうことみたいです。なんかね、だからドローンとかは結局普通の旅客機、航空機、ヘリコプターが飛ぶ、よりも下の高度を飛ばすんで、まあ、地権者の許可がいるということみたいなんですけど、まあ、ぶっちゃけねそのドローンを飛ばすその高度なんていうかな、もう決めてほしいですよね。まあ、いずれなんか決まりそうな気はしますけどね。今からだんだんとこう、なんていうんですか、物流とかでこうドローンで物運んだりとかいうことが具体的になってくると、まあ、ドローンのやっぱり道みたいなものがいると思うんで、まあ、それもね、多分なんですか、荷物運ぶね、配送とかに関しては多分ね、ドローンのこう飛行する高度みたいなのがね、ある程度具体的になってくると思うんですけど、まあ、なかなか難しいのかな、こう趣味で飛ばす人っていうのはね、まあ、なかなかそこまで、ね、考えてくれないですもんね。だけどまあやっぱりそういうところがね、なんかこうね、決めて、まあ、逆に決めてほしいなと思いますよね。だから決めてくれたらその離陸するとこだけ、まあ、ちゃんとね許可だけもらっとけば、ある程度の範囲はね、もうその高度を維持した状態で飛ばせば
いいよということにしてほしいですよね。あとはまあ、これもいろんな問題があると思うんですけど、まあ、ドローンの、ね操縦するときに、こうコードっていうか、まあ、表示されるのはあくまでもこう、飛ばしたところを基準にしてね、こう出てあのコードとかが出てくるんで、まあ、それもね、まあ、当然何ですか、あれは普通の飛行機とかだと海抜何メーターとかなんかそんなんでコードで出てくるんですかね。ちょっと僕もそんな全然わかんないんですけど、まあそういう風な、例えば海のね、面からこう地上から何メーターとか、でもねそんなわかんないですよね。その地面がね、山だとどんどんこうね、高度っていうか地面が上がっていくし、まあでも海抜何メーターみたいな、そのなんですか、あの高度がドローンのこの何ですか、機械でちゃんとその何ですか分かるのかどうかとかね、まあ、GPS 拾えてる時ところであればね、まあ、そういうふうな地図をちゃんと入れてれば、あのそういうコードも分かるとは思うんですけどね、 ある程度は。だけど、まあ、どうなのかな、その機械的にそれを分かるようにはできるのかなっていう、技術的にね。だけどそういうふうにしてくれないと、そのさっき言ったそのドローンの道みたいなあのものっていうのもあのちょっと作れないですよね、なかなかね。そういうのはちょっと思いますよね。まあもうちょっと、だから皆さんもね本当に苦労されてるんですよ。逆にもう本当に教えてほしいですよね、どういうふうにね飛ばしてるのか。まあ、僕もこうできる限りっていうかね、まあ何ですか、まあこんな YouTube でねいろいろこうなんてさ、レクチャー動画的なものもね、もう何ですか、そんなに知識もあるのかどうかようわからん状態で、まあいろいろね、まあ話をしてる、まあ立場なんで、まあやっぱり許可とかね、そういうところはちゃんと取ってやらないとダメだなと自分で思いながらやってる方ではあるんですけど、まあそれでももう万全の体制でできてるかって言ったら、ちょっとなかなか難しいかなと思うくらいなんでね。まあどうなんでしょうね、なんか楽しく飛ばせることができてないですね最近ね。まあ、ちょっと悲しい感じになってますけどまあ今から始めようっていう人はあんまり 見ない方がいいかもしれないですね、まあ、この動画ね、まあ、今までもねずっと僕としてはドローンの楽しさとかをね、分かってほしいなっていうのと、まあ、どっちかというとレースとかは僕全然ね興味もないっていうか、興味ないことはないですけど、ゲームとかでもあんまりそのパッパパッパこう素早い動きするのあんまり苦手なんで、やっぱり向いてないんだろうなと思ってね。でやっぱりこう綺麗な撮影とかをねしたいなというのが最初からあったんで、僕はどっちかというとまったりと飛ばして楽しむ、撮影して楽しむっていう方に、すごい楽しさを感じている方なんであれなんですけど、まあそういう風な人たちを増やしたいなとか、まあ最初こう取っかかり、まあ、難しいというか敷居が高いもんなんじゃないかなっていう思いをね、ちょっとでもこう敷居をね、低くできたらいいかなと思ってね、いろんな動画作り始めたんですけど、まあ、ある程度見ていただいてね、まあ、なんていうか、分かりやすかったと言っていただける方もいてたんで、まあ、なんですか、ドローンの楽しさをちょっとでもね、分かっていただける、なんですか、まあ、広報、ドローンの広報みたいなね、には、ちょっと貢献できたかなと思うんですけど、まあ、なかなかね、最近のこう、状況を見ると、本当にね、難しいですね。高い買い物ですから、買った後に逆に楽しい楽しいと言ってね、言われたけどあんまり楽しくないじゃないかと言われちゃう人もいるんじゃないかなと思うんでね、本当にね難しいですね。楽しいんですけどねすごくね、まあそれがやっぱりこう面倒くさいことが多くなりすぎてね、そのバランスがね、僕ももうちょっと面倒くさくなりすぎてるかなという気もね、最近してるもんで、そういうふうには思ってますね。はい。で、
まあなんかダラダラ話してるだけなんでね、あれなんですけど、まあ最近ちょっとね、いろんなものも買ってはおるんですけど、紹介が全然できてません。マイクもね、実は最近、最近の動画見ていただいてる方、なんとなく気づいたかもしれないんですけど、マイクもちょっと変えました。録音する機械をね。今これ撮ってんのはオズモアクションの方で撮ってます。まあ最近も、なんか、オズモアクションが一番こう、画面もね、表に、フロント側にあるんで、見やすいなと思いながら、ただまあ画質的にはね、あんまり良くないんですけど、まあ、いろいろね、こう、撮り方とか明るさを、部屋の明るさを調整しながらね、まあ、なんとかうまくこれだけで撮れないかなと思って、実験みたいな感じでそれでやってるんですけど、まあ、音をね、やっぱ良くしたいなっていうことで、タスカムのね、実はマイクも買って、最近ずっとそれで撮ってます。だから音はそこそこよく撮れてるんじゃないかなと思います。で、このマイクもね、ちょっと紹介しようと思いながらね、ずっとほったらかしになっちゃってる状態です。ね。なんていうんですかね、このマイクとね、カメラも別撮りして、後でね、音合わせようとした時にね、なんていうんですか、だんだんこうずれてくる場合があるんですよね。だけど、まあこれもカメラとのやっぱりこう相性とかいうのもあるんだと思うんですけどね。まあ今のところオズモアクションとそのタスカムのマイクはうまくこう帳尻が合ってるような感じですね。まあ他にもなんかいろいろね、細々したものは買ってるんで、またご紹介したいなとは思ってます。で、買ってね、ちょっとダメだったなっていうのだけちょっと紹介すると、あれね、一番ちょっと残念だったのはこれかな。これ。AirPods のこのカバーみたいなやつね。この耳カバーみたいなやつ。そこそこええ値段したんですけどね。これ、まあ一応ね、なんとなくはつけて使ってるんですけど、なんかね、こう剥がれるっていうかね、まあホールドはちょっと良くなるような気はするんですけど、なんだろう、もうちょっとあんまり綺麗な話じゃないけど、耳って結構油、ぎってませんだからなんか油がついてね、つるつる滑るようになるんですよ。でだんだんこう取ってなんか掃除とかしてやってるとゴムもなんか伸びてくるんですよね。だからなんかこうすぐに外れやすくなっちゃう、ピロンってね、こう外れちゃうんですよ。だからもうね、最近なんかめんどくさくなってね、ちょっと取ろうかなとも思ってるくらいなんで、だからちょっとね、このなんていうか、このカバー、ゴムカバーみたいなね。これ、いいのは、このまま充電できるっていうのが良かったんですけど、まあ、そもそもね、いるかなっていう。ちょっと、ミスってるかな。他はね、なんか色々あるんだけどな。そうそう。これまたね、ちょっと別のやつで、また出そうと思うんだけど、これ、ハローテリアの、あれ、スマホをね、こうホールドするやつなんですけど、これもね、まあいいんですよ。で、カルテリアのやつ、これ新型がまた出てるんですけどね、僕は初期モデルのやつを使ってるんですけど、これまあ今、ちょっと USB つないでないから、充電のバッテリーでこうホールドするだけなんですけど、これで Qi が対応してるんで、充電がね、できるんですよ。だから車に積んでたら、まあこう、なんですか、パッと乗り込んで置くだけでね、ギュッと締め込んでくれて、充電してくれるっていう、結構まあ使い心地はねいいんでね、僕気に入ってるんですけど、Amazon でよく似たようなこういうやつね、結構あるんですよ。で、まあ値段はやっぱ安いですよね。で、僕ナビとかすごいカルツリア、パイオニアさんね、カルツリアさんが好きで、で、やっぱり故障とかの頻度っていうかね、やっぱり製品の信頼性が高いだろうと思って買ったんですけど、実はこれ2回壊れてます。まだ1年経ってないんですけどね。で、修理に出して、まあ当然1年間の保証があるんで、全然無料でね、対応してもらったりできてるんですけど、まあでも1年間2回潰れてるんでね。で、さすがにこれ、まあ、修理上がりで帰ってきたばっかりなんですけど、2回目ね、潰れた時には、なんかこう、中の、やっぱりこの、これがね、
ギュッと動かなくなるんですよ、こうホールドするやつが。あの開かなくなったりもうね、しちゃうとかなんで、ギアの方、中のギアみたいなやつをちょっとあの対策品みたいなのにしてるみたいですって言われました。だから今回あの帰ってきた分はちょっと大丈夫かなと思ってね、また様子見て使おうと思ってるんですけど、これ買って良かったっていうか満足できてるから良かった方に入るのか、でも2回ね1年間まだ1年経ってないのに壊れてるっていうのがやっぱ製品的にまあどうなのかなっていう気もしてるようなものですよね、これね。すごくいいんですけどね、はい、というようなものがありますね。他にもまあいろいろあるけど、まあそんな感じかな。うん、まあいろいろなもんね、やっぱ買って試してみないとねわからないんでね、こまごましたものも買っていろいろご紹介はできたらいいなと思うんですけど、本当はもうちょっと使い込んでからね、ご紹介をすればいいんですけど、やっぱり買ったら買ったで嬉しいなと思ってね、いろいろやっぱり動画も撮りたいなと思うんで、その場でねある程度、まあ、ちょっと使い込んだくらいで動画にしたりとか、まあ、開封動画で、あれこれ言ったりとかいうことになるんですけど、まあね、紹介したもんで僕も後で、あ、しまったなと思って、こんなん紹介してよかったかなっていう風なものもあるんでね、どうしたもんかなと思いますよね。でもせっかく新製品で出たばかりのもんとかだったらね、すぐにご紹介できた方がいいかなと思うんでね、難しいとこですね、はい、ということで、まあ今日はね、グダグダ、まあなんとなく、最近思ってること、ドローンについて思ってることなどを中心にね、話をしてましたけど、まあ皆さんもね、頑張って、まあドローン続けていきましょう。頑張って続けるもんでもないとは思うんですけどね、まあ楽しく、なんていうかな、やっていけたらいいかなと思うんで、継続やっぱりしたいなという気持ちの方が強いんでね、最近面白くないな、おもんないなっていうところよりも、やっぱ続けてやりたいっていうね、方が強いんで、まあ、時間があればね、本当にね、遠征してキャンプしながら撮りたいんですけど、ちょっとなかなかそれもね、最近できてないんでね、本当はだから、やっぱり、ちょっと身近なね、とこで、大阪の近辺、まあ僕ならですけど、関西圏内でもね、やっぱりなかなか飛ばせるとこが本当にないんですよね。琵琶湖の方まで行くとか、和歌山って言っても、やっぱりそれなりに南の方まで行かないとダメだし、奈良って言っても、もう許可を得て練習してるところは、一箇所あるんですけど、それ以外のところって言ったら、まあやっぱり数箇所、まあ、特に飛ばしても問題ないようなところって言ったら、もう決まってくるんですよね。だからなんかこう目新しさがなくなってくる、っていうのがね、すごくあるんですよね。だからもう、となんか、こう新しいのを撮りたいってなると遠征しないといけないってなると、やっぱ泊まりで、まあ特にまあキャンプとかも行きたいなと思うんで、キャンプしながらとかなるんですけど、問題はこれキャンプもね、キャンプ場が最近キャンプ人気がね、なんか知らないけども、僕の場合キャンプまあもともと好きなの、好きですけど、ドローン飛ばすためにさらに装備を整えて、もっとキャンプしながら遠征したろうと思ってたのに予約が取れないっていうね、すごいなんかキャンプ人気がね、出てきてしまって、まあなんかねそれもありますよね。ドローンなんか飛ばしに行く気力がちょっと失せてしまってるのはね、行くに行けないっていうかね、単に練習しに行くんだったらいくらでもね、いつも飛ばしてるところでいいんですけどね。ということで、ごめんなさい、また話が長くなっちゃってますんでね、そろそろ終わろうと思います。まあまたね、今の現状、皆さんどう思われてるかっていうのも、コメント欄でいろいろお聞かせいただけたらと思います。多分まあ僕みたいな人は結構多くいそうだなと思いながら、ね、話はしてますけど。はい、ということで、まあドローンネタって言ってもね、やっぱりなかなかこう、なんていうかな、こう幅が出てこないっていうかね、そんな風に思う、そんな風なネタなんでね、まあ、そればっかりできないということもあって、まあ、いろんなね、興味あること、
ネタにして動画を作っていこうと思いますけど、まあ、これからもね、よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で失礼します。さようなら。